はい、それではおはようございます。はい、今日の3分朝ぶった、今日のテーマは、これ結構重要かな。喜びも苦しみも自分から生まれるというテーマなんですね。で、もう当たり前っちゃ当たり前ですね。はい、まあブッダは昔ですね、私は私一人、そして私は、私の一切の迷いに打ち勝って一切を悟ったと言ったんですよ。はい、一体これはどういうことなんでしょうか。で、まあ、現代生活の僕たちにですね、置き換えると、例えば誰かが あなたに心ない言葉を浴びせかけたり、ひどい仕打ちをしたとしてもですね、それがあなたがそれを、気にしなければ迷いや苦しみは生まれないということ。なるほど、当たり前ですけどもね。はい、要するにどういうことかというと、他人の行動に、対する感情は他人からではなく、あなた自身が作っている、あなた自身から生まれているということなんですよ。そうですね、確かに他人の行為に対する感情というのは他人が発してるもんじゃないですね。その感情を作ってる自分自身がそれをどう捉えるかで全てが決まってくると。その通りですよね。要するにブッダは言ったんですね、周りの言葉や行動はその気にしすぎて心を乱してはいけないと。周りの言葉や行動を気にしすぎて心を乱されないこと、何が起きたかではなくて、それをどう思うかがあなたを左右すると言ってんですね。はい、どうでしょうか。喜びも苦しみも自分から生まれるということ、これはまさしく、自分たちが全ての、事象に対する感情を自分たちで作り上げているということをね、ブッダが教えてくれている、そういうことですね。はい、今日の言葉、周りの言葉や、周りの言葉や行動を、気にしすぎて心を乱されないこと、何が起きたかではなくどう思うかがあなたを左右するということです。はい、今日の3分朝ぶったいかがだったでしょうか。それでいきましょうか。せーの、ブッダブッダブッダ朝ぶった、ブッダブッダブッダッダ朝ぶった。ちょっとアレンジしました。じゃあ、さよなら。